はいどうも、ギタープラネットハイエンドフラーの松本でーす。いやー、めちゃめちゃ入荷しちゃって大変です。このケースにも書いてございますが、今日はファノギターズがですね、めちゃめちゃ入荷しました。まあ長らくね、ファノギターは開封動画をやってなかったんですが、その一つの理由がこれです。一回あたりの入荷の本数が非常に多いので、なかなかそこまで手が回らないですね。今日はでも無理やり撮ってみようと思っております。はい。こちら、ブラックツイードというんですかね。はい。オリジナルの、ハードケース、ファノギターが入荷いたしましたので、開けていきたいと思います。はい、それではいきますよ。オープン!うわー!はーい。インスタで見てね、来ちゃったよ。来ちゃったなと思っておりました。はーい。今回グラムですね。グラムの線が書いてあります。はい。アルトデファクトは、まあね、まあ専任のマスタービルダーが全部作りますから、いや、お前らマジサイン書いた方がいいよ、っつったら、わかった。ってことで、今回ですね、サインを全部ヘッド裏に書いてもらっておりますね。かっこいいです。はい。ファノギターズアルトデファクト RB6T 新ラインですね。はい。この F ホールが開いたセミホローボディを持った RB というような形になっております。ちょっとボディが大きいんですね、実は。はい。普通の RB と比べると少し大型のボディでホロー構造になっておりますので非常に豊かな生鳴りを持っているのが特徴的です。で、こちらの個体はもう見てください。ハリンバですね。いいですね。スペックを見ていきましょう。ほい、ファノギターズアルトデファクト RB6 新ライン。今回担当しているビルダーはグラーム・ダーリング。二人いるマスタービルダーのうち、ヒゲが長い方です。なんだそれ。はい、ボディウッドはホワイトリンバー、ネックウッドもホワイトリンバー、フィンガーボードはローズウッド。まあ私の一番好きな組み合わせでございますが、なんて言ったらいいでしょうね。少し普通のメープルネックと比べますと、こうジャリッとした、少しレンジの広いなり方になります。スケールは 24.75 インチ、フレットボードレスは10から16のコンパントラディスになっておりますね。はい。コンパントラディアスというのは、まあ、この辺とかね、このあの辺の、まあ、ちょっとハイテクなギターなんかに使われることが多いスペックでございますが、こんなファノギターは古臭いルックスですが、非常に弾きやすいという、そんな要因の一つになっております。ディストレスは、ネックボディともにミディアムを選択しております。ピックアップは P90 を2発、今回はリンディ・フレーリンの P90 タイプをニッケルカバー合わせて採用しております。ブリッジは中音チックにビグスビーを合わせた非常に人気のある仕様になっております。はい、アルミのピックガードもかっこいいですね。全体を通して非常に渋くてかっこいい一本に仕上がっております。素晴らしいでしょう。いいですね。いいですね。はい。いいですね。コリーナボディネックっていうのは結構その、なんて言うんでしょうね。セミホローボディでやると非常にこう、いい感じの、ジャリッとこう、ギャリッとですね。絶妙に抜けるサウンドになってると思います。いや。ナチュラルにこう、シルバーパーツを合わせただけで、なぜこうもかっこいいのか。人の欲望はつきませんね。はい。本日から店頭展示開始いたします。気になる方はぜひお早めのお問い合わせをお待ちしております。よろしくお願いいたします。